スデイズラスト、若手の人が一番で、これはいつもマスのショー。まるで 100m 走フライングスタート、一番にグランドリングぐらい体育祭が好きだったんだよ。俺も痩せてた頃は重くなったウェイト、ここらでウェイヨー。インドクライナー溢れた2日間、あれがそっちは誰、サイファーが回すと OK。 俺も体育祭は昔にやったことがあるが、そうも言っちゃいらんない就活、人生の新たなる出発して新人じゃねえよ、あいつら全員裏切るぞ。浦島太郎だ、桐谷健太、昨日 NHK 全員見た。メガネをかけてる人と来ればドタマくんを思い出す、パンティくんも思い出し、女の子にモテて羨ましい。メガネかけてる人いっぱいいる、あそこかわいい子、よろしくどうぞ。東京都やらせろ、俺ウジだって、ラップしてクビだってじゃない、 DJ はクビラッチ、クビたいぜ、俺もいい子組んで信用、東京都民度上げるためにあるんだ、前やってきたぜ、最高なの当たり前、当たり前の前の前、またラップするぜ DJ なら、またクビラッチ、すぐラッチの後すぐラッピン、慣れて俺にがり、いつもまっこしょ、俺もやってる大地さん、リバステージで言えば俺大将軍、みてえなもんいつもの日を越してて最高潮、東京アルタ前、ありがとうありがとう、そんな人からはだいぶ歌えばね、俺たちはタッチしないぜ、歌ってくる、これはアングル、またもカングル、これがヒップホップ、ヤバすぎる俺たちのサークル、全てをひっくるめて、俺たちがヒップホップワンラブ、そしてワンチャンス掴むための話で、何がワンチャンス、わからないままで簡単に人のことを殺したりするやつがいたのに、それよりも見かけかけたマイクさばき、これだけで上げてやるで、チーバスティーニーから俺が登場、エモーショナルのフロー、何が定めわからねえままでまた分からない女のことばかり考えてるやつらがもいるかもしれない、ヒーロー戦隊ものなら5人だろう、だから1人多いからみんなでさよなら、そしてハロー、来るしかないよ、けどレッドは俺のはずだけど、怒りお前の格好、つまり赤ならまだバカよりもお前が中心にならなきゃ、これからの世代を託すためにもヒーローショーはまだまだ続け、yeah! ヒーローの後メガネを歌うればどうすればいいかと、先ほどすごく考えてたけど何も出てこなくなった、俺もサングラス外してみんなと目を合わす、コミュニケーション、いつもミッション、アクション起こす東京都最高、ねえ俺たちには縛りなんてないような MC 手がり、そうだぜ俺たち好き勝手、お客さんマジぶち上げ、そうだろファニルド、今日もキャラもらったでチャブド、そんなスペース開けながら審査駆け巡るし、すぐに俺たちの銀河、今日は2日間ありがとう、東京とサイファー全員手上げろ、チャンリー